はいどうも、はじめきゅうしょうです。スプラトゥーン最近ハマってて、スプラトゥーン都市伝説の動画見たらね、スプラトゥーン3で出てくる最後のボスは当たり目司令官なんじゃないかなっていうのなんですけど、それを聞いたら、スターウォーズもちょっとネタバレになっちゃうんですけど、もう急にスターウォーズのネタバレするんですけど、スターウォーズのシスの暗黒教っていうのは、なんか、なんだっけな、評議会のトップの議長だったんですよね。で、議長もかいくぐって、そこの議長まで上り詰めたんですよ。で、じゃあ、タコワサ将軍がいるじゃないですか。タコワサ将軍に捕らえられてた時があるじゃないですか、当たり目司令官。それってあれなんですよ、ドゥーク伯爵が、そのね、シスの暗黒教、シリアス、ダークシリアスを、そのね、こう、捕まえてた時があるんですよ、こうやって。で、その時になんか、まあ、議長がね、そのうわっなんかね、シーンがドゥーク伯爵がアナキンにうわーって言って手切られちゃうんですよ、ライトセーバーでって言った時に、こうやって笑いながら、そのまあシリアスが、まあ、シリアスじゃないんですよ、その時はアナキンたちはシリアスって言って名前じゃないですけど、議長がね、やれ殺せって言うんですよ。うん、まあ、ドゥーク伯爵は直属の部下なのにそういうこと言って、ドゥーク伯爵がみたいな顔するシーンがあるんで、それも当たり目司令官もタコワサ将軍だから、タコワサ将軍より強いってことでしょ、当たり目司令官も。めちゃくちゃかっこいいよね、それだったら。竹筒持ってピション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 みたいな、そんなんやってきたらめっちゃかっこよくない、当たり目司令官が。最後タイマン、最後いろんな第2形態第3形態ってやって、最終的にタイマンじゃよみたいな感じでシュン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 って言って、もう それになったら面白いなって思っちゃう。というお話でした。いやまあでもそうじゃん、スターウォーズだってそうだったじゃん。そういうことでした。ではね、それだけ。そうなったら俺多分めちゃくちゃ面白いと思うよ、うん、だって今2だと当たり目司令官出てないからね、帽子だけその店屋で置いてるから、もう身を隠したって可能性もあるからね。俺何を話してんだ。